皆さんこんにちは、加藤です。本日はアメリカビーバーについてご紹介していきたいと思います。当園では2頭のビーバーが暮らしています。それでは会いに行ってみましょう。まずこの子がゆめくんです。ゆめくん男の子で、ゆめくんはわりかし芋とかは丸かじりして食べるタイプです。性格は結構こんな感じで、すごいマイペースな個体なのと、一応外出した時にチェコちゃんのすぐそばに行って2頭で仲良く毛づくろいとかしてはいるんですけど、たまにチェコちゃんから怒られてる時もよくあります。チェコちゃんは夕方になるとこんな感じで結構飼育員さんたち自分たちに近寄ってきてくれて、体の色が茶色っぽくて、ゆめくんはチェコちゃんに比べて黒っぽい体の色しています。ゆめくんの方はわりかしプールに入ると浮いてることが多くて、ガラスとか結構引っかいて泳いでる感じがあって、チェコちゃんは一頭でプール入ってるときは浮いてたりするときが多いんですけども、ゆめくんが浮いてるとチェコちゃんは潜って泳いでみたいな、毎回二頭プールの中行ったら潜ってたりしてる方がチェコちゃんで、浮いてる方がゆめくんだと思ってもらえるとわりかしわかりやすいかなとは思いますね。皆さん、ビーバーの歯の色はオレンジ色なの知っていますか？ビーバーの前の歯なんですけども、オレンジ色しているんですけども、それが正常な歯の色で、ビーバーたちの前歯はエナメル質に鉄分を多く含んでいます。鉄分で守られた歯で木とか削ることによって、木に入っているタンニンとかと化学反応を起こして歯の色がオレンジ色になっています。前歯の表以外は全部白色しています。ビーバーのこの尻尾なんですけども、泳ぐ時にカジ取るためにこういう形をしていて、あとなんか敵とかに威嚇するときに水面パンパンって尻尾で叩いて音化したり、仲間に危険とか知らせるときに水面とか叩いたりして使われたりしています。これまでゆめとチェコの紹介をしてきましたが、ここで一つ検証をしてみたいと思います。ビーバーの前に4種類の大好物を置いたら、果たしてどれを選ぶでしょうか。エントリーナンバー1、リンゴ。エントリーナンバー2、人参。エントリーナンバー3、キャベツ。エントリーナンバー4、さつまいも。僕的にはチェコちゃんはリンゴで、ゆめくんはさつまいもが一番、いつも一番最初に食べてるんで、それかなと思います。何なんだろう。芋みたいです。チェコちゃんは。リンゴじゃないんだ。
やっぱあれなんですかね、硬いからいいんですかね。人参も硬いけど。運んでる、しっかり。皆さん、ゆめくんとちゃこちゃんについて知ってもらいましたか？まだぜひ遊びに来た時は会いに来てあげてください。それではありがとうございました。